いがするっち。さっさと探せっち。たっ敵がいっぱいっち。なんでかかってこいよ。はっふっラッやるだろ。楽勝。いや、俺でもふっとやるだろ。敵がいるっち。オイラは
は戦いたくねっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵を発見っち。逃げるなら今っち。扉を発見っち。ノックを割っ。敵を発見っち。逃げるなら今っち。敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。まだまだ。これでも。やるだろ。1体撃破っち。やればできるっち。倒した。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。お宝の匂いがするっち。さっさと探せっち。はっ。敵は3体っち。先制でも油断したいっち。これでも。はっ。ずれ。おかき、さすがっち。そのまま。逃げられそう。逃げられそう。これでも敵を3体発見っち。先手のチャンスっち。まだまだぶっ飛べ。楽勝。敵を倒すっち。これでも残り1体っち。袋叩きに。まだまだ。
やるだかさあやるでもラックぶっ飛べやるだか終わらせあと1回さっさと終わらせろっち。これでも敵は2体っち。先制攻撃なら余裕っち。まだまだこれでもやるだろ。あと1体撃破っち。まだまだやるっち。楽勝。いい予感がするっち。近くにお宝がありそうっち。敵を発見っち。敵を2体発見っち。先手で攻め込むっち。かかっ やるだろ。あと1体撃破っち。楽勝。休憩ポイントっち。オイラは疲れたっち。逃げるなら今だ。敵をいっぱい発見っち。先手で数を減らせっち。やるだ。いやこれでも楽勝。あんたもちょっと2体しか倒してないっち。それでも倒しは残り2体っち。みんな頑張れっち。またまた服、あの髪型、間違いないだろうな。カノンじゃなくて、あいつがいるなんて。琴美ちゃん？あんたたち、誰？いや、あんたは？久しぶりだな、なんで覚えているのよ。私の存在を記憶することは禁じたはずよ。半径1メートル以内で、息をすることも瞬きをすることも禁じたはずよ。話しかける許可も出してないわ。今すぐ立ち去りなさい。なんなんだよこいつ。こいつ、今こいつって言ったかしら。私にはね、真田琴美っていう立派な名前があるのよ。それをこいつ呼ばわりですって。立場をわきまえなさい愚民。私をその瞳に映さないでくれるかしら。失礼極まりないわ。え、琴美ちゃん、私たちはね、あなたのことを探していたのよ。気安く名前を呼ばないでって言ったのが聞こえなかったのかしら。それとも人間の言葉がわからないのかしら。これだから疲れるのよ、会話ができない愚民の相手をするのは。ちょっとそこまで言わなくても。さっきやめとけって。なあ琴美、俺たちは別にお前の敵じゃないんだ。何を勘違いしているのかしら。え、敵かどうか決めるのはこの私よ。敵は一体暇つぶしにも余裕しゃくしゃく。楽に行くぜ。やっこらえ。ヤマト、こらっちゃうぜ。覚えておけっち。やったやった。これが本気だ。
よ。戦うアイドルっち。もうやめとけって。ことみちゃん、私たちはあなたと戦いたいわけじゃないの。お願いだから話を聞いてくれないかしら。気安く名前を呼ばないで。なんなのよあんたたち、人の世界に土足で入り込んできて。吉野さんがとっても心配していました。吉野が、はい、吉野さんとっても心配していました。まるで自分のことのように。こと、あなたのこと心配していたんです。それでも私は戻らないわ。だってずっと探していたんだから。ずっとずっと探していたのよ。小さな頃からずっと。そしてようやく見つけたの。私だけの、私のための世界よ。吉野に会ったら伝えておいてもらえるかしら。私は自分の居場所を見つけたと。だからもう帰らないって。そんな、でもそうやって逃げるのね。おい、さっきやめとけって。朝日は黙ってて。あんた何なの。ここはね、確かに居心地がいいかもしれない。だって夢のような場所だからね。あなたの思いが全部詰め込まれた場所だもんね。そうよ、ここは私の世界よ。分かっているのならとっとと出て行きなさい。それはできないわ。だって私は妄想を壊さなきゃいけないんだから。おい星野。そして私はね、秋葉原を、この世界を、妄想の侵食から守るのよ。はあ、バカじゃないの。正義の味方にでもなったつもりかしら。妄想を壊す、世界を守る、それは一体誰のためなのかしら。誰のって、それは。そういうのね、余計なお世話っていうのよ。小学生でもわかるわ。私はいつどこで迷惑をかけたかしら。誰に、どうやって。ねえ答えなさいよ。それは。答えなさいって言ってるのよ。でもここを壊さないと。世界は私を否定した。だから私は世界を否定する。でもね、ここは私の世界なのよ。ここだけが私の世界なの。だから教えてもらえるかしら。あんたが守りたい世界に私は含まれているの。一人の少女は世界に拒まれた。だから少女は世界を拒んだ。それは一人の少女にとっての世界。一人の少女は世界に選ばれた。だから少女は世界を選んだ。それも一人の少女にとっての世界。あれも世界、これも世界。瞳に映る世界は誰の世界なの？少し考えればわかる話よ。だから二人は分かり合うことができた。今も、今までも、そして、これからも。昨日はそんなことがあったのね。カノンは見つからなかった。それに妄想も壊せなかった。壊せないどころか壊させてもらえそうになかった。追い返されちゃいました。きっと誰にも踏み込まれたくない大切な居場所だったのね。それじゃあこのまま放っておけって言うんですか。そうは言ってないわ。ただ私は私の考えを口にしただけ。
他人の気持ちを知ることは他人にはできない。本当の気持ちはね、誰だって心の奥底に隠しているものなの。それじゃあどうすることも。そうよ、他人の気持ちはね、知ることはできない。だけどね、知ろうとすることはできるんじゃないかしら。知ろうとする？なんで笑っているんだろう、なんで悲しんでいるんだろう、泣いているんだろう。そこにはね、必ず理由があるはずなのよ。俺たちは知らなすぎたんだ。いや、知ろうとすらしていなかったんだ。琴美さんのこと、もっと知ることができれば。でもあいつ、何も話してくれそうにないぜ。いるじゃない、琴美のこと、よく知ってる人が。吉野さんですね。ええ、そうよ。吉野と琴美は、ずっと二人ぼっちだったんだから。吉野さんに会って、琴美のことを聞こう。聞いてどうするの？さきさん？もし、琴美ちゃんが妄想を必要としていたら、妄想を壊さないっていうの？それは…壊すのか、壊さないのか、それを決めるのは後でもいいんじゃないかしら。まずは知ろうとすることが大切よ。本当の気持ちを。さっきどうしたっち？ううん、なんでもない。それじゃあ吉野さんは今どこにいるんですか？そうね、ジャンク通りにいるんじゃないかしら。わかりました、ありがとうございます。ねえサキ、これだけは覚えていて。妄想を壊したがるあんたと、妄想にすがることも同じなのだ。え？